はいどうも、リーダー06メンタスコーラでございます。今日もね、DNA の振り返りの試合の動画を撮っていこうかなというふうに思います。はい、それではね、皆様よろしくお願いします。今日なんですけどね、いつもね、パソコンのカメラで撮っていたんですけども、今日ね、一回ね、iPhone のカメラで撮ってみようというのを思いまして、いつもよりね、かなりね、画質が良くなってるかなというのは思います。こっちの方が多分いいと思いますので、こっちでね、ぜひね、これから撮り続けていきたいかなというのは思います。はい、皆様ね、良ければね、コメントの方でどちらの方がいいか、教えてくれたら幸いでございます。はい、それではね、早速ね、今日はね、平成最後の、DNA の試合となったんですけども、結果から、話していこうかなというのは思います。ヤクルトとね、行われたハマスタの試合なんですけども、9対8ということでね、惜しくも敗北の方をいたしました。ので、で、連敗をね、止めることができたんですけども、連勝といかずに、平成最後の試合ね、勝ちでね、収めることができませんでした。ただね、いつも通り今日もね、打線とピッチャーなので、ね、解説と、考察の方をした後に、もう一個ね、今日はね、進藤選手がね、先発したんですけども、そのことについてね、詳しくお話をさせていただくということにさせていただこうかなというのを思います。今日はね、その2点で、2点の動画の内容となっております。それではね、皆様よろしくお願いします。はい、まずはね、打線の方からお話をさせていただこうかなというのは思います。今日のね、打線は、こんな感じとなっております。ここに出ているというのは思います。今日はね、打線はね、あんまりね、変えてこなかった感じですかね。はい。今日はね、大和選手、石川選手、外選手、ロペス、都合選手、ロペス選手、上里選手、宮崎選手、峰井選手、先発は進藤選手という感じの打線になっております。今日の打線はね、昨日とね、あんまり変わらない感じなんですけども、センターにね、昨日はね、梶谷選手を使ってきたんですけども、今日はね、元に、ね、戻して、上里選手をスタメンで使ったという形になっております。打線のね、軸はね、昨日とあんまり変わってないですね。今日はね、大和選手と石川選手の1、2番コンビに1本ずつヒットが出たという形ですね。今日は一番良かったかなというのは思いますのは、まあ今日はね、7対0で負けた状態から、もうね、もう皆さんね、もうさすがに今日も負けやわと思ったファン多かったと思うんですよ。でもね、そこからね、逆転、7対8まで逆転したっていう試合だったんですね。そのね、なんというとも最初の口火を切ったのが、まあ外選手のね、ツーランホームランですよね。今日、外選手ね、なんと5打数2安打ね、ツーランホームランを打ちましたし、4打点ので大活躍。はい。一番ね、最後のね、9回裏の場面でもね、外選手ね、まあまあやね、もうサムナラタイムリーかと思ったんですけど、前進守備のね、青木選手に止められるというシーンもありましたし、今日の外選手はね、めちゃくちゃ調子良かったですし、まあ3番っていう打順がね、非常に僕はハマってるんじゃないかなというのは思います。今日なんて言っても良かったという僕が一番思いますのが、3番、4番、5番、外選手、筒香選手、ロペス選手の3人のクリーンアップに全員ね、ホームランが出たっていうのがね、一番良かったかなというのは思います。ロペス選手も5打数の1安打、2打点、筒香選手も4打数の2安打1打点という形になっております。クリーンアップはね、全然問題がないかなというのは思います。上里選手もね、昨日スタメンが外されたんですけども、今日ね、1本ヒットが出ました。はい。一番やっぱ心配なのが宮崎選手ですね。今日もね、宮崎選手4の0とね、ヒットが出ずに、打率も1割6分台までね、もう1割6分を切りそうという感じになっておりますね。宮崎選手がね、復調すればね、僕はかなりね、調子良くなると思いますし、もう大型伝承もね、まあ、今から、先発ピッチャーが帰ってくるということもありますので、宮崎選手さえね、復調すれば僕はね、かなりね、連勝を狙えるという形になってきているというのは思うんですけども、宮崎選手ね、やっぱり攻守走塁にね、すべてにおいてね、なかなかね、調子が出ないという形になっておりますね。なんとしてもね、宮崎選手にはぜひね、復調してほしいという選手なんですけども、はい。明日の試合ではね、ぜひね、令和1回目ということでね、結果を残してほしいです。続きましてね、今日もね、ミレイ選手がね、スターメイトだったんですけども、スリーベースをね、1本打ちましたし、今日もね、ミレイ選手、守備面でもね、頑張っていたかなというのは思いますし、問題ないかなというのは思いますね。こんな感じですね。次はね、代打打代走、守備交代などの選手を見ていこうかなというのは思います。こんな感じとなっております。今日はね、代打がね、佐野選手がね、1個フォアボールを最後の場面で選びましたし、音坂選手がね、代打で3の打数リアンダで非常にハマりましたね。1打点もありましたし、はい。音坂選手がそのままね、上里選手のセンターで交代したという形になりましたね。はい。楠本選手ね、最後の場面でね、悔しくてね、バットを叩きつけそうな勢いでね、悔しがっていたんですけども、ほんとね、悔しかったね、楠本選手どうなんでしょうかね、ほんま2軍でね、調整するっていうのもね、一つの手かなというのは思うんですけどね、まあ、交代するね、選手もいないですしね、このままね、1軍で結果残してほしいんですけどね、やっぱりね、桑原選手も2軍ということもありますし、はい、楠本選手もね、ぜひね、代打で頑張ってほしいですね。で、あとの梶谷選手がヒットが出なかったという形になっておりますね。はい。
今日思ったことなんですけども、乙坂選手がね、代打で出てきまして、そのままね、先ほど言った通り上里選手の、代わりにセンターに入ったんですよ。これでね、最後の、場面なんですけども、エスコバー選手がね、11回、表ですかね、表に投げた場面で、10回表かな、投げた場面で、まあね、柴田選手と乙坂選手が、まあ、お見合いするという、形になりまして、球を落としたんですよね。はい。まあ、こういう、まあ、場面では、まあ、あれこれ言うのはどうかと思うんですけども、できればね、まあ、やっぱりね、乙坂選手、解説の真中さんもね、おっしゃっていたんですけども、あの場面はやっぱ乙坂選手の、まあ、打球だというのは思いますのでね、もう少しね、積極的な守備をね、乙坂選手してほしかったかなというのは思います。やはりね、3打数2安打とね、打撃面では結果を残したんですけども、やはりね、スタメンをつかむとなれば、やっぱ守備面でもね、どんどんアピール、していかないといけないので、あそこでね、少しね、消極的な、プレーを、ね、してしまったというのは、まあ残念かなというのは思います。決してね、乙坂選手を攻めるということはないんですけども、もう少しね、積極的なプレーをね、してほしかったかなというのは思います。はい。で、あと守備で入りましたね。と、柴田選手と中井選手。中井選手を送りバントを一つ決めまして、柴田選手を1打数の0安打という形になりました。次はね、ピッチャー陣を見ていこうかなというのは思います。今日はね、先発は、進藤選手がね、初先発ということにね、初先発ということになりました。はい、進藤選手についてはね、詳しくは後ほどね、お話しさせていただこうかなというのは思いますので、飛ばします。その次にね、出てきた、平田選手が1回ね、1失点という形になりました。もう少しね、やっぱり平田選手ね、抑えてほしいという場面だったんですけどね、そうそうね、交代もね、平田選手ね、あるんじゃないかなというのは僕は思っておりますね。はい。次に、葛西選手ね、葛西選手、ほんと素晴らしいですね。1回を失点を抑えてくれましたしね、葛西選手のね、ナイスピッチングで、ね、流れを呼び込んだと言っても過言じゃないかなというのは思っています。葛西選手、本当に戦力になりますしね、本当に頼りになるピッチャーかなというのは思います。今ね、中継ぎ陣もね、非常に苦しいので、もう勝ち場面でもね、もう葛西選手投げさせて、そうそう投げさせてあげてもね、いいんじゃないかなというのは思っていますね。はい、三島選手は2打数、2回1失点ですね。バレンティン選手に、ね、ホームランを打たれてしまったんですけども、まあ2回も投げてくれたので、ね、問題ないかなというのは思います。国吉選手もね、昨日ね、2イニング投げたんですけども、ナイスピッチングですね。雨の中ね、ほんと 1回を投げてね、無失点とね、ちょっとね、不安な場面だったんですけども、本当に国吉選手ね、ナイスピッチングだったかなというのは思います。エスコバー選手もね、落球が、まあ、お見合いという形で、落球があったのでね、本当に悪くないんですよね。2回1失点という形になったんですけども、まあ、あれ落球がなかったらね、まあ、無失点で抑えていましたし、はい。まあね、もうエスコバー選手は本当に悪くないかなというのは思いますし、今日はエスコバー選手ね、絶好調でしたね。球も走っていましたしね、はい。この内容で、ね、ちょっとね、エスコバー選手に、負けがついたっていうのはね、少しね、エスコバー選手かわいそうかなというのは僕は思いますね。はい。はい、ここまでね、いつも通り打順とピッチャーなどの今日の、解説の方、解説、考察の方をさせていただきました。今日はね、次にね、最後にね、進藤選手の先発についての方をお話をさせていただこうかなというのは思います。それではよろしくお願いします。今日はね、皆さんね、ツイッターとかで見てたら、オープナーということで、勘違いしてる人が多かったかなというのは思うんですけども、今日はね、オープナーではなく、ブルペンデー的なね、日だったかなというのは思います。オープナーというのはね、中継ぎピッチャーに先発をさせて、その後ね、本命である、先発ピッチャーを、登板させるという目的があるのがオープナーなので、今日はね、決してオープナーではありません。で、今日ね、進藤選手を先発にさせたのは、三浦ピッチングコーチの、まあ、提案だというのは聞いたんですけども、僕的にはね、悪くはなかったかなというのは思うんですけども、はい。まあ、ここからですよ。はい、はい、ここからですよ。進藤選手ね、初めて、2軍でも登板したことなかったですし、はい。もともとね、2日前、巨人戦の第2戦で、まあ、進藤選手ね、2イニング投げてるんですよ。なので、まあ、初めてという場面もあったので、2回2失点で抑えた場面で、僕はね、絶対に変えるべきだったかなというのは思います。これね、決してね、結果論なんですけども、僕はね、絶対にね、2回2失点のあの場面で、まあ、首脳陣は変えるべきだったかなというのは思います。で、なぜかと言いますと、結果的にね、進藤選手81球も投げたりという形になりますし、やはりね、2イニング、投げていて、初めてね、先発を任せれるピッチャーにね、そこまでね、長いイニングをね、任せるというのは、さすがにここかなというのは思います。ここかなというのは思いました。はい。決してね、だから僕はね、進藤選手をね、攻めるというのはね、本当におかしいかなというのは思いますね。で、今日の進藤選手の先発は僕は本当にね、悪くなかったかなというのは思っていまして、なぜかと言いますと、やはりね、もうピッチャーがいないんですよ。
はい、2軍にもまあ先発ね、任せるピッチャーいないですしね、今怪我人がね復帰してきているんですけども、そのピッチャーをね急いで登板させてもどうかなというふうに思いますし、本当ピッチャーがいない場面で、まあ、ブルペンデーというね日を設けて、本当に中継ぎピッチャーでね、試合1試合回すというのはね、僕はね大先生だったかなというのは思います。本当にね代わりのピッチャーがいなかったんでね、はい、僕それについては賛成だったんですけども、さすがにね3イニング目を任せるっていうのはまあどうかなっていうのは思いました。2イニング目までね完璧に抑えていたらよかったんですけども、2イニング目ではもうね失点した場面でねかなりね球がばらつき出していましたし、やはりねあそこでね首脳陣はね、ぜひね変えピッチャーを変えるべきだったかなっていうのは僕は思います。これは一ファンとしての意見なので決してね首脳陣批判とかではないです。はい、そこはご了承ください。はい、こんな感じですかね。明日はねルーキーのね大貫選手の先発となっておりますので、ぜひね令和1回目ということで、買っていきたいかなというのは思います。はい、ここまでねご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録と高評価コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、よければねまた見てくれたら嬉しいかなというのは思います。ここまでご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバーイ。